アサヒカ製、アサヒカ製株式会社、アサヒカ製は、化学、繊維、住宅、建材、エレクトロニクス、医薬品、医療等の事業を行う日本の会社である。東京都千代田区有楽町一丁目一番二号、日比谷三井タワーに本社を置く。戦前は、日筆コンチェルンの一部だったが、日本の廃線に伴う、財閥解体により資本関係が断たれ、 1946年4月に日日化学工業が朝日化成工業と改名して独立企業体として誕生した。創業者の野口下川が,が1906年に鹿児島県伊佐市、いわゆる祖木の滝に発電事業を行う素木電機を設立する。同社の水力発電の余剰電力を利用して1907年に熊本県水俣市に 日本カーバイド商会を設立。後に合併して、日本窒素肥料、原、窒素、発祥は、水俣市となる。やがて1922年に、宮崎県の岡市で、カザレ式アンモニア合成工場と滋賀県に、設立した、再生繊維例4製造会社である、朝引の折株式会社を設立し、合成アンモニアの製造を開始する。その後1923年に、 日本窒素肥料と、浅引きの織と合併、日本窒素肥料、延岡工場。浅引化成としての発祥の地は、延岡市するが、その後分離独立する。同社は、旧財閥、日筆コンツェルンの一員であった。野口下が、延岡市で世界初の飾れ式アンモニアの合成化に、成功したのを機に始まり、後にアンモニアを使用した、再生繊維、ベンベルグ、一般名。 キュプラを発売し、その後数々の合成繊維、レオナ、カシミロン、アクリル繊維、ナイロン、レイヨン,ン、うま味調味料、クルタミン酸ソーダの、アサヒ味、ミタス、化学薬品、化成ソーダ、イオン角膜法で製造。アサヒ化成独自の製法、塩素、塩酸,酸、硫酸、硝酸等の製造をしていたが、第二次世界大戦後に事業を多角化して、 家庭用品で1960年に発売したサランラップ当初は当社とアメリカ合衆国ダウケミカルとの合弁会社アサヒダウが発売したの爆発的ヒットでアサヒ化成の名を一躍全国区にさらにサランラップを推し進めた形でダウケミカルが製造販売する冷凍、冷蔵、加熱、解凍が可能な食品保存密封袋 ジップロック日本国における販売権をライオンから譲り受けし主力商品とした。1982年にはアサヒフーズを設立し、冷凍食品、天津明細が発売。現在は蒸気の他に医薬品、一時は給湯用醸造から引き継がれた一般用医薬品のジンマシン薬、ビゲン薬、サットル、風邪薬、 サットル総合官房薬も展開していたが、現在は医療用医薬品のみや繊維加工技術から発展した弱電部品の製造、そして耐火性、耐光性を全面に打ち出した新建材ヘーベルパワーボードや、それを使用したヘーベルハウスブランドの住宅の販売も行っている。2001年1月1日に朝日火星に社名変更した際に企業 CI が それまでの漢字からアルファベットに変更された。2003年10月、種類、食品など非中核事業を売却した上で、持ち株会社に移行し、各事業の運営は、子会社へ移った。社名の由来は、朝日は、滋賀県大津市に建設された04繊維工場の近くにあった、琵琶湖藩の吉中寺、木礎吉中イコール朝日将軍から、火星は、液橋にある、 より良い方向へ生成、変化、発展するから来ている。富士テレビにて長年にわたり、スターセンカ和ヨや、なるほど、ザワールド、メトロポリタンジャーリーなど一連の番組の単独スポンサーを開局した年の1959年から1997年の放送終了が一貫して、朝日ヒカと朝日ヒカグループ各社として、延べ40年間近く行っていたことでも知られる。 ケミカル事業関係、繊維事業関係、その他、アサヒカ製ホームズ関係、アサヒカ製建材関係、アサヒカ製エレクトロニクス関係、アサヒカ製メディカル関係、ゾールメディカル関係。いずれも、日本窒素肥料、日窒コンツエルンが母体である。2012年7月、大阪国税局が行った税務調査により、2011年3月期までの5年間で、 総額約10億後、霊円の申告漏れ、うち約1億後、霊円は意図的な所得隠しを指摘されていたことが明らかとなった。朝日火星は全額を納付し、一部に見解の相違があったが指導に従ったとコメントした。2015年10月、朝日火星100%子会社であり、建築材料の製造販売を行う朝日火星建材は、 二次下請けとして施行した神奈川県横浜市都筑区のマンションの基礎工事の際に行った地盤調査のデータを偽装ていたと認め謝罪したこの問題で朝日化成が同月14日調査委員会を発足させ同一の責任者が関わった旧都県の41件の書類をチェックし公表すると発表した同年11月2日から国土交通省が 建設業法違反の疑いで、旭化成建材本社に立ち入り検査を行った。旭化成建材は、過去10年間に施行した食い打ち工事3040件のデータに改ざんがあったかどうか調査した。このうち2376件を調査した段階で266件に偽装が見つかったとして、旭化成副社長の平巨生人氏は、偽装を見落としたことについて11月13日に、 謝罪した。2015年11月6日の2016年3月期、第二四半期決算説明会で、朝日火星はこの問題の影響で、建材事業の売上高と営業利益の予想を、下方修正した。1951年、昭和26年創設の柔道部は、全日本実業団体代行大会を11回、制した名門である。オリンピックでは、上村春樹、 中村健造、内柴正人と3人の金メダリストを輩出したのを、はじめ、9人で、延べ11回の出場を果たしている。2000年、平成12年シドニーの1 0 0ラム、超級銀メダルの篠原真一も朝日火星の、所属であった。また、2004年、平成16年アテネの銀メダリスト泉博士も、明治大学卒業後朝日火星入りした。また、 筑波大学出身で2010年世界柔道選手権大会 81kg 級銅メダルの高松、正宏、現、東院学園高等学校教員も以前は所属しており、所属時代にアテネオリンピック2005年世界柔道選手権大会に 73kg 級で出場している。一方、1946年、昭和21年に創立された。 陸上部も輝かしい戦績を誇る。全日本実業団対抗駅伝競争大会で歴代最多24回の優勝を誇る2018年現在。男子マラソン選手では1991年、平成3年の世界陸上東京大会で優勝資金メダルを獲得した谷口博美、百九十二年、平成四年のバルセロナオリンピック銀メダリストの 森下博和、1999年、平成11年の世界陸上セベリア大会同メダリストの佐藤、信之をはじめ、総茂総武双子兄弟や小玉大輔、川島真嗣など、女子マラソン選手でも、千葉雅子、宮原美佐子、安倍智恵といった、早々たるアスリートが活躍した。陸上部の拠点は、延岡市にある。 特に記述のない番組はフジテレビ系は子会社がスポンサー参加している番組に楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。